はい、皆さんおはようございます。今日は11月の3日ですね。明日お買い物マラソン来ますね。今日ちょっとね、朝からちょっと病棟に呼ばれてね、あの、もう少し YouTube 作る時間遅れましたけど、あのー、話していこうかなと思います。今日のテーマですけど、ね、噛みすぎる最強ツール。使わないと損しかないっていうね、僕はもうね、作られた当初からずっと使ってたツールで、 これないと僕生きていけないな、みたいなツールがあるんで。それをね、今日お伝えしよう。初心者絶対見ておいた方がいいですね、これね。うん。お伝えしますね。じゃあまず最初。忙しい中、この動画を見るメリットですけれど、こんなことありませんか皆さん。給料全然増えないぞ。まあ、医者やっててもそうなんですけど、もう増えないんですよ。で、むしろ研究してて将来が不安すぎるみたいなね。副業もなんかよくわかんないけど、難しいよくわかんないみたいな。で、こんな,な中にこんなしんどい人たちもいました。 デザートが買えなかったり、食費がなくて味噌を舐めて過ごしたり、強力粉をうどんにこねて食べてたりとか、お金が必要でね、本業とバイト掛け持ちだったり、土日休みなくウーバーイーツをやって、で、サラモン、大雨の中、橋の上で転んで飛び散るエビチロを見て絶望してみたり、いや、これ実話ですからね。で、ギャンブルに飲み込んで、リボ払いの地獄と借金数百万みたいなので、人生諦めてたり、突然離婚して借金を世話されたり、全財産取られたり、 健康不安とかもね、30代で突然心臓が止まったり、それ以降無理ができないって、こういう人もいっぱいいるんですよ。でこれほん、全部実はですからね、<laughs> 本当にびっくりなんですけど。じゃあ、あとね、さらに、ね、副業って始めればいいのとかね、背取りだったら僕も最初分かんなかったんですけど、まあ、どこで買えばいいいつ買えばいいどこに売ればいい税金どうすればいい開業した方がいいのかとかね。 一人ぼっちだとね、もう孤独ですし、トラブルが起きた時に相談できる人はいないし、無料 LINE グループだと思って入ったら商材の勧誘が来たとかね、有料のコンサルトじゃない情報教えてくれないとか、月額のサブスク料金払わないで締め出されるとかね、でも固定費はかけたくないって人,人情じゃないですか。で、この YouTube を通して、まあ、変わったって言ってくれてる方が、まあ、デザートを買えるようになった。 で、味噌を舐めていた生活から普通にご飯を食べれるようになった。で、さらに生活できて趣味に近いれるようになったとかね。あと、土日もちゃんとね、あの、バイトしないで普通に休めるようになったとかね。給料が少ない、少ないけれども好きな仕事を続けれた。物欲が減った。で、仲間がいるので孤独感が減った。素敵な仲間と出会えた。無理のない範囲で任天堂 t e n d Switch PS4 リングフィットは変えた。などなど、結構変わってんだ、ね、人生ね。 僕はなんかあの、そんなこと全然想像してなかったんですけどね。で、私のこのチャンネルのメリットですが、完全無料毎日更新で最新情報。で、同じように売買するだけで、月に5万ほどの利益はもう最低でもいけんじゃないかなって感じですね。年収で60万以上アップ。で、1200万を年利5%で運用した時と同等の収入。今すぐ1200万新たにのところに、 口座に置いといて5%、あの、ふ利くりで回すのと全く同じことがね、起きますからね。しかも大して労力がいらない。まあ、クリックして荷物を送るだけで得られると。まあ、超簡単ですね。さらに、YouTube を通してね、結に20万以上。まあ、僕はそうなんですけど、もうほんとゼロから、今年の2020年の1月から始めましたけど、まあ、20万以上達成しましたし、 楽天ルームを通してね、月収20万以上達成してる人が、あの、今日僕インタビューするんですけど、まあ、それについてのね、お話を、あと僕の仲間のエースの副業さんって人も結構売り上げてるからね、楽天アフィリエイトを通して1000万以上の売り上げもゲットしたりとかね、プログレ収入ある人もいるし、 で、これはもう、あ今まで昔じゃなくて、ほんとゼロから始めて、2020年1月以降から始めた人限定で、リアルにいる人だけでこれですからね。これがまあ来年、再来年どうなっていくか、超楽しみですね。で、月に5万稼いで、生活が楽になりたい人は最新情報を手に入れるため、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただくと、トップに表示されやすいんで、早押しライブとかね、明日やろうかなと思ってるんですけど、まあベルマークボタンを押していただいてくれれば、まあ通知飛ぶんでね、まあそういうのを見たいなって人はぜひやってみてもいいんじゃないかなと思います。 それでは最後まで見てください。始めます。よろしくお願いします。じゃあまずはね、楽天市場のイベントから。じゃじゃん今日は、まあ、特にイベント記憶はないんですけど、お買い物マラソンの11月4日からスタート。8時からスタートですからね。で、一番暑いのが11月5日の切れ替わりの時かな。ここ、であのお買い物マラソンの11月4日のちょっと手前の7時と、まあ、11時くらいからちょっと小休憩す挟んで、もう一回ちょっとね、 あのー、やりたいんですよね。マラソンのイベントね。だからそこら辺をやっていこうかなと思ってます。で、えっ、ー、と、いよいよ明日が決戦だ。7時半ぐらいからライブやる予定です。早押しのドキドキ感を一緒に。これが一番楽しいかもしれない。早押しのドキドキ感。これなんかね、まあ、商品買ったってよりも、あ、買えたぜみたいな。あと買えなかったぜみたいな。これがちょっと楽しいみたいですね。僕も楽しいしね。 で、ツイッターなどでは告知しませんので、まあ通知音を推奨してます。もしくはおすすめに上がるように、まあしていただければ嬉しいです。まあね、チャンネル登録だったりね、高評価をしてくれればおすすめに上がりやすいんでね。で、ブラックフライデーとかはまた前話したようにね、あのー、また直前に言いますからね。で、勝ったら倍のやつです。これね、あの、ちょっとオリックス戦の90-2っていうのは、9勝10敗の2分けっていうのを書いてるんでね。 だから今日11月3日で9勝10敗に分けだから、ほぼ 5, 5割以下、4割ぐらいの確率で今までオリックスで勝ってますよって感じ。で、エスパーラスは書いてなかったな。で、バルセロナはまだ今日はないという感じですね。4日にオリックス戦があって、まあ40%から45%ぐらいの確率で勝ってくれれば、5日にね、熱いイベントになるんじゃないかなと。あともしか今日どっちか2つ勝ってくれたら最高ですね。 うん。二つ買ってくれたらもう絶対今日一回買いたいな買ったら場合は先エントリーなのでお忘れなくということですね。で、買取率の推移ですね。まあ、気に、気にしてほしいのはあれかな iPhone 12の 512GB 一番上のやつが、ま、買取価格下がりましたよぐらいですかね。あとは大きな変化。iPad の8の 32GB が3万7000にアップしてるかなって。どうやら iPad Air の4よりも、 iPad 8の方がなんか人気ある感じがしますけどね。買い取り率から考えるとね。僕も今 iPad 8の 32GB、バイト使ってますけど、めちゃくちゃ使いやすいですね。で、あ、そうそうそう。この、こういうね、背取りとかやってるとね、このお得商品がどうなってて、どこがあの値段が上がってるかって、すごいいい商品で値段が上がってくんで、実際にそれ自己商品に使ってもあ全然ありなんですよね。まあ、iPad 第8世代は結構熱いかな。 で、主輪階振れ、箱つぶれ点に関しては、エクセラー3号店で2個ね、あの大丈夫でしたって報告、今日コメントでいただいたんで、まあ、これちょっと下がりましたね。なので、こう、母数が増えてくると、また正確な値が出てくるんで、まあ、それのチェックって感じですかね。で、こちらが中リスク点。まあ今回はまあ、まとニューライフはこの下のね、下から2番目あるんですけど、ワールド1とかね。さっきワールド1の梱包がなんか、あのー、雑で不満だみたいな人結構いますね。うちのディスコードの中ではね。低リスク点はこちらですね。まあ、アプライド、コムロード、 パチパチモバイル、ハウズ、GBFT、UAT、アップスター、ここら辺、あとダンディね、ここら辺は超有料店ですね。ここら辺で買うんだったら安心だな。で個人的にはライブショップで買った時、送料かかるんですけど、なんかあのちゃんとすごい丁寧な梱包してるんで、僕はここおすすめかなと思いますけどね。 で、店ごとに注意点があるんでね、その都度お伝えします。で、11月いくら買ったらいいのみたいなのは10月31日の動画にありますんで、見てみてください。お買い物マラソンってどんなものもう11月1日の動画にあるので、それも見ていただけたらと思います。で、今日はね、あの、紙ツールの話しましたけど、そもそもね、利益商品探すって時間かかりませんっていう話ですよ。で、僕が最初にね、困ってたことはこちらですね。楽天市場にね、たくさん商品があるんですよ。本当に。 で、利益商品どれよって、なんか一個一個商品クリックして、なんかメルカリとか見て、アマゾン見て、でも全然儲かんないんですよね。ランキングから見てたけど、全く儲かんない。で、ツイッターのおすすめ買ってみたけど、結構損切りあったし、まあ、メルカリ楽まで売るみたいな販路もあって、めんどくさかったんですよね。もう時間なくてね、医者やってるからさ、あの、やっぱり、ほんと数時間しかないですよ。一日かけられて30分とか。 で、他に家事とか育児とか本業ある人もいると思うんですよ。で、同じ気持ちの人結構いるんじゃないかな。で、時間かけられる人って本当ごく少数だと思うんですよ。よくあの、何十時間リサーチしろとかあるじゃないですか。いや、無理無理無理って感じ。本業やらないと生きていけないし、専業なんて夢のまた夢だし、安定した生活はでも守りたいと。もう、せどりやめて、なんかいっぱい働けばいいやとか思ったんですけどね。 ただこういうのあったらよくないですか一瞬で何月何日におすすめ商品パッて出てくるとかキャンペーンの打ち上げも出てくるとか自分がたくさんある商品の中から比較して一番いいものをパッと一瞬でね買えるとかね。 で、お金があんまりないから、まあ、無料がいいなとかね。僕はあんま、あんま金かけたくないんですけど、固定費にね。な、まあ、贅沢すぎる悩みですが、まあ、こういう風なのをね、解決してくれる、神がか,かってる最強ツールがあるんですよ。本当に。びっくりなんですけど。初めてできたのに、いつだっけあれ、2020年の4月、5月、6月だっけな 4月5月だっていうのは、そこら辺でね、作ったんですよね。僕、初めてできたところ使ってるハードユーザーで、アップデートなども全部見てきました。で、その名も楽系ってやつですね。最初は関数、英数字で楽系だったんですけど、昨日それで書いたら、あの、作ってくれた人に、あ、ちょっとそれ、もう名前変わってますねって言われました。で、あらかじめの注意事項ですが、これはあくまで商品を比較するためのサイトです。決して転売などの目的に作成しておりません。 なので、使用を自己責任でお願いします。使い方は実際にお見せしようかなと思います。これライブってことで、じゃじゃん。こんな感じで、ね、ちょっと待ってね。ちょっと、こんな感じ。こんな感じで、楽系ってやつね。これ楽系。これ、ホーム、オール、スイッチ、オエアポッツ、iPad、PS ってのありますけど、例えば、オールって押すじゃないですか。で、オール、あ、なんかオールあるぞと。で、オール押して、出ていくんですよで。いろいろね。で、これ、例えば、11月3日、今日。 今日のところをクリックするじゃないですか。じゃじゃん。そうすると11月3日に出てきて、で、SPU、例えば SPU いろいろ動かせるんですけど、まあ、例えば私は、まあ、10、まあ、みんなが13倍だからいつも13倍で計算してるんですけど、13倍で、例えば実質計算ってのをしてみると、ここでね、家電の i グループ、iPad 8、Wi-Fi 128GB、128 GB と今実質4万4、ただ5万1750円っていうふうに店舗で書かれてて、 えー、もうちょっとでかくした方がいいかな、これ。ちょっと待ってね。こんな感じ。ちょっと待って,、ね、ちょっと待ってくださいね。こんな感じで広げて、こんな感じで広げて、ちょっと見ると、実質アイグルアイグループで2ヶ月納入待ちだから、まあ、ここで買わなくてもいいんですが、例えばこれは5万1750円のものが、ポイントで14倍、倍率14倍。 プレ買カ,カードデーがプラス1倍ついてますよっての出してくれてて実質4万4505円で買えますよと一瞬で計算してくれるんですよ、これでさらにすごいなんかお得額も計算してくれるんですね。 実際に例えばこの4 8000円って市場でね、まあ主に多分ど,どこのデータ拾ってるか分かんないですけど、多分買取屋さんのどっかのデータ拾ってて、まあその中で買取屋さんにもし売るとしたら、まあ、こ転売はもうあ,のあくまでやってないですけど、もしお得だ、その買取でやってるぐらいの価格と比較してお得だったらこれ差額で4 8000低4 4505円で3495円と。 いうところでこのお得率も6.75%。だからこのお得額順に出るのね、3495円、3495円、2310円、2310円、2270円みたいな。で、お得率で、これ僕一番重視してるんですけど、多分ね、最初なくてね、お得率が欲しいですみたいな話、多分した気がするんだよね。そうすると、このお得率が、大体お得額を支払い価格で割った値段ですけど、6.75%、6.75%、6 5 7 7みたいなね。 どうですかもう分かるでしょ、もうこれ,これでね、そう、使い方実際に今お見せしましたけど、もう神ですよ、神、神。 これ、神。個人的にはもう月額3980円は余裕で取れるぐらいのレベルで、まあ、有料でね、24800円、初期費用24000円、月額9800円ぐらい取るところもあるんですよ。これに近い。まあ、これにプラス、例えば Amazon でのやつとかね、やるとね、例えば年間12万ぐらいは個人的に価値のあるサイトなんじゃないかなと思いました。で、これ、ちょっと使ってみてください。とりあえず、皆さん。うん。で、個人的な疑問をね、制作者の方にぶつけてみました。これ、制作者、セドキングさん。Twitter とかでねやや、よくやってますんで、ぜひ皆さん フォローしてあげてください。えーと 簡単に言って神です。<laughs> ディスコードでもうちに入ってくれてて、アドバイス結構くれます。まあ、そのやり取りも多分ディスコードのメンバーは見てると思うんですけど、もうありがたすぎるです僕ね、セドキングさんなしで生きていけないぐらい。で、で楽器を作ろうと思ったきっかけとかね、僕質問し、いろいろ質問してみたんですよ。で、ちょっと聞いてみました。楽器ともそもそもなんで作ろうと思ったんですかって聞いたら、まあ、セールやるときに、例えば明日からね、お買い物マラソンあるときに、ツイッターでめちゃめちゃ発信あると思うんですよ。いろんな発信者から。アフィリエイト目的にね。で、この商品お得っていうツイートがされてるんです。 でなんとなく安そうでそれを買う人もやっぱりいるんですよで、その中でやっぱ実質、今いくらで買ってて、自分自身で計算して納得した購入し、納得して購入したい人もいるんじゃないかなと思って、プラス楽天ポイントって、面倒くさいんですよね、計算がね、どのように計算したらいいのかイメージがわからない人もいると思うので、それを解決するために作ってくれたと、すごい、もう善人ですね。 ありがたい。で、作るのにどれぐらい時間かかったんって聞いたらですね、初期の段階で300時間、アップデートに200時間。で、どういう使い方をしてほしいですかっていうと、自質自分がいくらで購入できてるのかをちゃんと理解した上で購入してほしいと。もうそれだけですっていう感じですね。いや、素晴らしいね。で、どんなアップデートしたんですかって言ったら、まあ僕最初から見てるから分かってるんですけど、まあ詳細な条件に対応。詳細な条件がね、これかなちょっと待ってね。 えーっとねちょっと待って、ここ、ここ、計算の過程の詳細、こちら、クリックすると、計算方法を伝えるためのページですって、いろいろ書いてますけど、ちゃんと書いてますこれ、それぞれの項目とポイントバイスの考え方を見たイベント、で、05の日は2%つきますよとか、ワンダフルデーでこうなりますよとか、1番の日とかこうなりますよとか、これ、こういうのとかね、これを細かく設定してくれてるんですよ。 僕、回しもんでも何でもないですからね。<laughs> ちなみに、普通に単純に使ってるだけです。で、カードキャンペーンや5のつく日などや、エントリーリンクも商品情報に追加して、エントリーの抜け漏れも確認してくれると。で、苦労した点って何ですかって聞いてみたんですよ。そしたら、独学なので、とにかく時間、どんどんか。 プログラミングやってないですよ、これ。独学ですよ。楽天ポイントの仕組み上かなりややこしいと。作ってよかった点は、多くの方から感謝されましたと。で、農家の方からフルーツをいただいたこともありますということですね。これ面白いね。<laughs> フルーツ。で、利用者に伝えたいメッセージは、自分が何をしているか、実質いくらで購入しているか、把握がとっても大事です。自分の大切なお金を納得した上で購入してほしい。焦る必要はありません。こう、焦る必要はない。これめっちゃ大事じゃよね。 で、闇市の情報もね、明日流してくれ、多分最近作ってるんですけど、どう、なんでこれやったんですかって聞いたら、DM でリクエストもらいましたと。で、自分が何をいくらで買ってるのか把握してほしい。やっぱここが、ここにつきますね。で、おすすめの使い方なんですかって言ったら、ポイント払いの時の実質価格計算。SPU の達成状況も考慮して計算できるんでやってみてくださいと。まあ、じゃあ実際にどうなのみたいな感じですけども、これかな。えっ、ー、とね、ここにね、 こんな、あの、計算条件の詳細設定。これこれこれ。楽天カードを全部楽天ポイントに変えるみたいにクリックすると、楽天ポイントで支払った場合の値段出てきたり、まあプレミアムカードの人はそうですけど、まあゴールドカードの人どうなのとかね。楽天カードの人はどうなのとか。楽天銀行入ってない人はどうなのとか。これ細かくチェックできるんですよ。だからプラチナの人はどうゴールドの人ダイヤモンドの人 ?05 の日オンオフとかね。上限途絶の時にオフンできるとかね。こういうところのね、いやすごいと思うよこれ。 でこういう使い方がおすすめですよっていうのがね、セドキングさん言ってますんであの、使わないとマジで損です、これ。ぜひ僕が 僕には全く利益ないですけど、あの、むしろ、なんかその利益商品がなくなるんですが、これ多分みんな見るとね。ただ、この、やっぱりね、みんなを助けたいっていう気持ちがあるんで、ぜひね、この楽系のサイトを使っていただけたらいいかなと思ってます。はい、じゃあそれじゃあコメント返ししていきますね。うみさん、ドクターおはようございます。2000人超えてから登録スピードアップしますね。すごいよね。一気に今2500人近いですからね、やばいですね。ももねさん。 早押しの流れを教えていただきたいです。例えば買い物さマラソン開始前に下準備するもの。4日夜8時エントリークーポンゲット。商品お気に入り。ハピタスア,アプリから購入。変売キャンペエントリーいきなり買うとクーポン忘されるし。ハピタスゲームにすると早押し伸ばします。皆さんどうしてますかっていう感じですね。僕はまあ、お気に入りに入れといて、エントリーできるものはしといて、ポイントサイト経由して、お気に入りで商品クリックして、クーポン確認してってやると早押し無理なんですよ。でも僕はね、これをおすすめします。僕ね、早押し参加はあんま勧めないです。 うん、なぜなら、ポイントの抜け忘れとかあって、取れるもん取れなかったりするから。で、早押しって大体10秒以内で売り切れるんですよ。で、ある程度、もうエントリー諦めないといけないと思いますね。むしろね、なんかうまくいってる人たちはもうパソコンで買ってますね。パソコンで有線でつないで、あの、パチッと買ってる人が多い。あとは、そうだね、そんな感じが多いかな。か基本僕、ライブやるときは自分で、一応、個人情報を漏え防止のためにログアウトしてるんで、パソコンで買えないんで、 すごいデメリットスタートなんですけど、もう僕はだからもう早押しも諦めてますね。アプリで0.5倍買うとつくんですが、もうこれはスルーしてる人多数だと思いますよ。早押しやる人は。だからまあ、まあ何かをね、選択しなきゃいけないって感じですね、モモネさん。全部取るっていうのは難しいっていうのが結論だと思います。アンジェリカさん。えー、各稼働ごとの目安金額いいですね。プレミアムにしよっかなー。 プレミアムにしては速攻元取れるよ。本当に。本当に。しかもほら、飛行機で全部ラウンジタダだったりするしね。いいと思いますよ。あと、カー目で1%つくから、あれが結構地味に熱いんですよね。えー、枠さん。枠さん、今回ね、いろんな人に答えてくれてありがとうございます。楽天プレミアムカード切り替える際、カード番号が変わるので少しシュートしました。カード決済の契約を一つずつ変更するのが手間で。まあまあ、それ手間ですね。まあでも、個人的には変えちゃいました。 WTC さん、いつもありがとうございます。AirPods Pro で始めようと思っているんですが、オークションサイトを見て結構安く売ってるで,です。普通は買いショップの方が高く売れますでしょうか。もう、枠さん答えてくれちゃってるんだよね。激安で売れられてるフリマが多くて、あの、1万円で AirPods みたいなやつですね。あ、全部詐欺だから気をつけてね、マジで。知ってる人は手を出しません。なので、サブ価格で売うにも売れませんってことね。買い取り価格、あの、買い取り屋さんがいいと思いますよ。 ワクさん、今月はおいらの誕生月だ。ダイヤモンドカ員で700ポイントもらえるぞ。この間のライブで知らない人いたいよね。チャンネル走るで告知しておくれってことだね。誕生月の4日深夜までにメルマガ登録必須だ。メール受信だけで700円くれるって言うんだからもらっとこうよってことだね。やってない人ぜひやってみてください。あ、ちょっとずれてるね。ごめん。こんな感じか。 こんな感じでよろしくお願いします。えー、コリパパさん。昨日、イチャんさんから発信者になるなら今でちょっとアドバイスいただいたので、早速 Twitter とブログの解説から。お、素晴らしい行動力ですね。とりあえず箱を使っただけでの状態ですね。中身はこれから考えます。何を発信していこうかな。これね、めちゃめちゃこれありますよ。いろんなね、コツが。あー、まあ、ただやってもいいんですけど。 まあおすすめはまあ伸びてる人のパクリっすね。まあ、それがいいですね。まあ、でも完全パクリすると怒られるから <laughs>。だからある程度自分の色つけてパクった方がいいですね。ところで今の時代はブログよりも YouTube の方が収益化につながりやすいんでしょうか。メリットデメリットあれば教えていただきたいです。ってことですね。うーんとね、ちょっとこれ難しいですけど、ブログはね、記事5から10個ぐらい変わったらアドセンス通って、まあお金にはすぐなりますし、YouTube 超大変っすよ。 1000時間、チャンネル登録者数、あ、チャンネル登録者数よ、0 0 0人、えー、収益化1000時間必要だから、めっちゃ大変ですけど、まあ自分の経験上、今年の1月全くゼロの状況から始めて、ツイッターでまあアフィリエイトやって数千円かなって感じ。ブログでアフィリエイト数千円で、YouTube でまあ40万ぐらいかな、7月8000円でもどん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 増えてると。入込んで、しかもね、YouTube の収益毎月増えてるんですよね。恐ろしいほど増えてて、 僕には YouTube があってましたね。だ人によっては喋りたくないとかね、顔出ししたく、声出ししたくないとかって人もいると思うんで、まあ Twitter ブログは手堅いんじゃないかな。私は圧倒的に YouTube が儲かりました。しかもね、そう、上限がないのが夢がありますね。YouTube は。やっぱり給料、上限あるから。 で結局、社長の給料じゃもらえないしね。あとは、自分の一個上の上司って結構なるの大変じゃないですか。4、5年後とか。例えば、ね、皆さんが平社員だったら、じゃあ、えっと、主任の給料っていくらですかって聞いてみてね。大体わかるでしょ、それで。で、部長の給料いくらですかって聞くと、大体上限わかるじゃないですか。いやー、まあ、やっぱり夢がありますよ。こういうのは。コリパパさん、やりましょう。 でもし、例えば、ツイッターとかブログとかやり始めて、困ったらね、あの例えば、ディスコードでみんなで相談したりとかするのもありだと思うんで、ぜひぜひやってみてください。ノブさん、ハロドクター、お疲れ様です。GoToEat の情報共有です。夕飯にフレッシュレースバーガーに行ってきて、カキのセットを食べてきました。実質50円です。えー、結構食ってるね。クラシックチーズボーガーポテトセット。 すごいね。もうすごい時代ありましてね。GoTo It で、なんか、う強いのが、うちの湘南 CMX さんって人が YouTube もやってるんですけど、GoTo It オタクみたいになってるんで、ぜひ聞いてみてください。安井さん、エクセラ3号店で買いました。買った後にこの動画を見て、ちょっと悪くなりましたが、ネオンブルー動物の森、ともに箱つぶれなく、中華買い取り業者に手番組で買い取っていただきました。あ、よかったよかったです。僕、これちょっとね、この安井さんのやつ聞いて、これ統計に入れたんで、助かりました。また、エクセラ3号店で買うようなことがあったら、また教えてください。まあ、他のところでもね、あの、助かります。 統計あくまで統計だから過去のデータしかないから、こうやってね、新しい情報を毎日アップデートして、あの皆さんにいい情報を届けたいなと思います。えっ、ー、と、イヴさん、ドクターディスコードの皆さんお疲れ様です。今日の動画で出ていたお買い物マスターの店舗数利益率、付与パーセントの表について教えてください。店舗数を6店舗に抑えた場合の購入金額上限20万はマラソンでの上限獲得ポイント、そうそうそう5%ですね。その場合の利益率10パーイコール2万。これはね、 5%でしょでプラス例えば05の日の2%つけてであと勝ったらば1%つけてで SPU つけてでプラス大体ねね狙うのがね返売キャンペーンやってる店が多いんですよね5日の日例えば今回やったらペイオフだっけなあの楽系で見てると分かると思うんですけどカード決済8倍のところがあったんですけどそれに8%つけての えの、トータルの利益が大体10から12、ン3に収まるってことが経験上多いですね。なのでそういう形、これあくまで目安なんで、えっ、ー、と、そうそう、SPU マラソンで05、プラス返売キャンペーン足したりすることで、で、買い取り利益で10%ト商品探しましょうって、そういうこと、そうそう,そうまあ、まさしくその通りです。これ後で枠さんも計算してますけど、あの、自分が実際に、あの、20から25万取引してみて、結果13%ぐらいの利益だったよ、みたいな話ですね。で、まあ、 ちょっと高く見積もるとなんか詐欺師っぽいじゃないですか。だか低く見積もって、で、これぐらいが低く見積もった値ですよってうに出してますね。猫岸さん、嫌でござる。いいです。ものすごい勢いで仲間が増えてくるんですね。本当ですよね。コメントが盛り上がってきた。<laughs> よきよき。<laughs> モサの一人であるワークドランが回答してる。そう、ワークさん、皆さん、あの、モサなんで、あの、すごい、ま、あの、慎重派なんでね、ワークさんのコメント大体当たってますね。 ねまあ、皆様、ディスコードおいでやす。おそらく疑問点は半日で解決するドスへ。おおきに。八つ足食いってかなってきたなんで。なんで食欲増してんのまー、あ、ちゃんさん、いたさん、アプリ情報ありがとうございました。使ってマインドマップいいですよ。あとはプレゼント機もいいですね。11月1日はニューライフ狙いでしか買えずでした。ハピタスケースコツってあるんでしょうかコツは特にないです。早押しね買え、買わなくていいですよ。あの、正直。あ、うん。多分ね、もう早押し勢がいて。で あのパソコンですね。パソコンと有線の光で繋いで戦ってるんで、まあ無理しなくていいと思いますよ。あの、早押ししなくても儲かるのが楽天ポイントのいいところなんで、もうゆっくり行きましょう。コムロードエアポット3台。もういいよ。コムロードエアポット3台で十分よ。うん、十分十分。えー、有益情報はもうどんどんいただいてください。もうあのこうやってコメントしていただくだけで僕はハッピー。しかも見てくれるだけでハッピーなんでね。じゃ最後に。 で、実際のね、生の声をタブリーにいただき、本当に助かってます。無料オンラインサロンは、現在参加人数、今日の時点で493人、昨日から29人増えてます。びっくりですね。たくさん悩んでる人がどんどん悩みを解決してます。今まさに皆さん困ってる悩みに対して、最新情報だったり、ビューだったり、対応策だったり、今後とも知りたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。それではまた、バイバイ、じゃね。